一つだけ、はい、一つだけ山尾さんにお会いでそういうことがね叶ったらどうしても一つだけお聞きしたいなと思ってたことがあるんですよ、はい、というのは共謀罪と混ぜると危険なのは、うんうん、まあまあ、秘密保護もそうだと思いますけど、何といってもね、改憲憲法、うん、そしてその中で政府に非常に大きな権力を集中させてしまう緊急事態条項ではないかと、うんうん、ずっとあの僕らはですねかねてより心配しておりましてですね、岡田代表時代にですね、うん、インタビューしたことがあるんですけど、その時に山尾さんの話を出して、山尾さんが憲法審査会で2011年12月1日ね、この非常事態においては、うん、まあ、この総理に権限集中するということも必要な場合があるんではないかと、うん、こう発言された、民主党は山本さんのようなね、この法律の専門家、エースですよ、がこういうふうに発言してるんですが、どう考えてるんですかっていうふうに言ったら、岡田さんがすごく怒って、うん、そんなこと言わないでください、そんなこと言わないでくださいって山本さん言ってたし、どっちよっていうふうなことが、まあ、ありまして、うん、山本さん、私も見てましたから、ね、見てました、はい、中継を、はいすみませんでしたね。もうだからまあ山尾さんにね、いつかお会いする機会があったら、山尾さんほどの方が、うん、まあこの緊急事態条項の危険性についてね、うん、自民党と同じ考えなんだろうかと、うん、ね、そこら辺りは、まあ、細野さんと変わらないの、みたいなくらいに、まあ、思っておりましてですね、このちょっとお聞きしたいんですよ、うん、そこはどうなんですか。まあこれ2011年の12月で、はい、まあ、6年の時を経て、うん、実際にいわゆるこの災害っていう事態においてですね、はい、本当にその国に国家に権力を集中しないと困ったというような事態があったかっていうと、うん、まあ、この6年間、まあ、いろんな首長さんたちがいろんな会議体で、まあ、様々な発信をされている中で、はいはい、まあゼロではないですけれども、うん、ほとんどの首長さんはですね、うんうん、まあ、やっぱり国家に権限を集中するよりは私たち自治体にむしろ権限を、うん、まあ、下ろしてほしいと、うんうん、そこで判断をさせる権限を増やしてほしいと、うんうん、まあ、こういう、まあ、声がほとんどだったっていう中で、まさにその災害において国家に権力を集中しなきゃいけないような、うんうん、今立法事実がこの6年いろいろ検証していく中で見つかってきてるかっていうと、私はそうは思いません、うん、ただ一方で、まあ、この、まあ、6年間で実際に、まあ、民主党政権、当時民主党政権だけれども安倍政権に代わってですね、うん、まあ、やっぱりその非常事態が起きた時に、うん、まあ、規範を無視して、うん、やりたいことをやっていく、うん、まあ、こういう、まあ、いわゆるちょっと想定できないような政権に今向き合ってる時に、まあ、ほとんど超法規的なね、まあ、超法規的なことをどん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 進めていく政権に今出会った時にですね、それがやりたくてしょうがないことがこれなんですよ、まあ、まさにこの発言の後私も言ってるんですけれども、うん、まあ、例えばそのやっぱり非常事態に一定の人権の制約が必要だとしたらば、うんうんうん、その制約をする際に権力にしっかり事前に歯止めをかけておくようなルールを作っておくっていう、うん、まあ、こういう側面が大事なんじゃないかっていうことも、まあ、この後に続けて申し上げているので、うんうんうん、まあ、私が今一番言いたいのはそちらのことですね、うんうん、まあ、制約と侵害というのは分けてるんだけど、うんうん、やっぱりそのルールなき制約は侵害になってしまうので、うんうんうん、そこのところを、まあ、私たちどういうふうに考えていくかということは、まあ、これからも必要だというふうに思います。ああ、よかった、ちょっとほっとした直接話できてよかったです長井先生ね、この前来ていただきましたね、はい、憲法審査会の方は、まあ、今回は今 の時には入ってらっしゃらないですか。今入ってます、憲法審査会のメンバーで毎回発言もできるだけしてま す、はい、長井さんがですね、直接お聞きしましたよ。このすごくお詳しいんですけど、うん、言い出しっぺで一番初めにね引っ張り出したのは僕なんですよ、うん、そうでしたか。 IWJ で、IWJ って何って言いながらインタビューに出てきてくださって、すごく熱心に、実はその災害というものではもう12分に、はい、法整備ができているということを、もうすごくこの詳しく災害問題を、まあ、30年やってるんですよね、この現場でね、いう先生 でこの間呼ばれて、でこの先生方にお話を聞いてもらう機会があってよかったなと思ってるんですけれども、はい、非常にみんな聞き入ってましたよ。あ、そうですか、はい、長井先生のお話、私ももちろんその場でお聞きをしましたし、うんうん、だからまあ今ね、私憲法改正っていうことで、うん、もし本当に必要だとするならば、
あのやっぱ安倍政権でね、その内閣と立法府、はい、そして内閣と司法権、うん、はい、やっぱこのトライアングルがものすごく歪んでますよ ね、 すね、法制局長官の、うん、まあ、人事を変えたりだとか、はいはい、あるいはまあここ数回の解散権のあり方も含めて、うんうん、やっぱりああいうその内閣への非常にまあ不適切な権力の集中を統治機構としてどういうふうにこの三角形をまともな三角形に戻していくか、私今考えなきゃいけないのはそこじゃないかなというふうには思ってます、ね、ですね、全く逆の方向ですよね、うん、そう、うん、もし緊急事態条項やってしまったらば、あれ終わりが出口が書いてないんですよね、まあ、あの自民党の緊急事態条項はひどいから、ね、しかし実際には現実には3分の2、うん、3分の2衆参取ってますから、かけられたらば、うん、あの自民党案が持ち出されるというふうに考えるべきじゃないじゃないですか、まあ、自民党はね今評判悪いから一生懸命隠してますけれども、とはいえ、とはいえあの自分たちが ね出した草案ですからね、撤回してるわけじゃないんでね、それをやられたらもう本当に最後かなっていうふうに思うので、ああよかった、あの、まあ、すごく発言力のある山尾先生がですね、もうこの特にこちらのこの問題に関してこれの後の方が大事よっていうことを言っていただけたんでほっとした、いや気持ちがいたします。直接お話できて私も使いが取れました使いが使ってたんですね、すいませんでした。